最後の決戦へ向かう直前に戦場へ現れて膝をついて真剣者6人に、これが姫渾身のディスク、そして不詳丹波が得意とする文字から五分をっていうあの瞬間、姫のお使いをするだけじゃなくて自分も何らかの形でこの世を守るための戦いのお役に立とうという意思を、自身もディスクを1枚作ってきて、最後に五分をって言った時のね、あの表情が本当に私はねちょっと絶妙だと思うんです。ちょっとね苦笑いをしながら言うんだけど、あの表情にね丹波の気持ちの全てが込められてる。これまで一度も彼に対してその言葉を言ってこなかった、本当に自分ってバカでしたよねって、本当に心の底からのご分を願って、あそこで本当の意味で真剣じゃサイドの人間全員が一つになった瞬間。